こんにちは、ミッキーです。今回はフィレンツェ&ピサ見どころ15選としてご紹介します。街全体が世界遺産に指定され、日本ではまず味わうことのできない異世界観を感じられる街フィレンツェ。トスカーナの丘に囲まれ、芸術の都とも言われますフィレンツェは、どこを切り取っても絶景で、屋根のない美術館と言われています。美をこよなく愛した中世フィレンツェの人々が、モテる富とセンスのすべてをつぎ込んで作り上げた街フィレンツェ。生きる喜びと人生を謳歌するエネルギーにあふれたルネサンス時代の人々の暮らしを感じられるポジティブな雰囲気は抜群です。そんなフィレンツェと合わせてピサのご紹介もしていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は、本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、前回はローマ編の動画でご紹介したんですけども、こちらはローマのテレミニ駅。そのテレミニ駅から高速鉄道に乗って55ユーロでフィレンツェまでたどり着いています。鉄道の注意点は前回ご紹介してるんですけども、なるべく15分前にはたどり着いて、30分前までには予約していただくと、一定手順を踏んでいただくと確実に座れるかなと思います。高速鉄道の間隔も日本のように10分に1本というよりか、30分や1時間に1本程度と少し間隔がありますので、その点はご注意いただきたいです。そんな鉄道の旅の末たどり着きましたのが、こちらフィレンツェのターミナル駅、フィレンツェサンタマリアノベッラ駅。列車の乗り入れも多く、南のローマナポリ方面と北のミラノとベネツィア方面を結ぶため、折り返しを行う駅でもあります。そしてそんなターミナル駅の近くでぜひとも訪れてほしいのが、駅名にも含まれていますサンタマリアノベッラ薬局。現存する最古の薬局とされていまして、13世紀のドミニコ派の修道士が病人を癒すために薬草を調合したのがその始まりとのこと。オーデコロンや石鹸、ポプリという木、花、葉っぱ、果物の皮、エッセンシャルオイルなどを混ぜた芳香剤が、今でも当時の修道士たちのレシピで作られています。天然栽培の草花や天然油脂が使われておりまして、お土産としても大人気です。ご覧のようにパッケージも美しいので、特に女性の方におすすめな様々なアイテムが揃っています。そして男性でも訪れてほしい理由が、建物自体の様式美。修道院内部の教会として使われていた場所が現在の販売ホールとなっておりまして、フレスコ画に彩られた内装もとても素敵です。私も商品自体よりむしろその空間使いに心奪われてしまいました。そんな空間に包まれながら香りを楽しむフィレンツェの豊かな文化も味わうことができますので、フィレンツェ駅にたどり着きましたら、まずは訪れてみてほしいです。また駅の周辺にありますので、フィレンツェを旅立つ直前にこちらを訪れていただいて、お土産などを購入されるのもおすすめかなと思っています。さて、ここではフィレンツェ全体のご紹介をしていきます。今回見どころを15に絞っているものの、紹介しきれないほどの魅力がたくさんございます。今回はピサの斜塔を見るため、1日はピサ観光に使ったものの、本来であればもっとたくさんの魅力に触れたかったです。そんなフィレンツェの大きな魅力は、やはり街全体が世界遺産に指定されているほどの美しさ。徒歩でも十分に回れる小さな街でありながら、多くの芸術家が中世の富豪メディチ家の庇護のもと遺憾なく発揮したその芸術の才能が凝縮されていますので、芸術好きな方にとって満足感の高い街なのかなと感じました。今回イタリア周遊の中では、前回のローマに加えてこちらのフィレンツェとベネチア、ミラノに訪れてるんですけども、特に居心地が良かったのがこちらのフィレンツェになってますので、余裕があれば数日間滞在してほしいような街でした。そんなフィレンツェの街で今回宿泊したのはホテルビラーニ。フィレンツェの旧市街に位置し、朝食がいただけるテラスでは素敵な景色を楽しむことができます。ホテルはトスカーナスタイルで装飾され、上質さ、エレガントさを備えています。街並みにあったその内装は、中世の貴族の暮らしを疑似体験できるような感覚かもしれません。ご覧のように非常にカジュアルな空間になっているんですけども、何よりもその立地が抜群だったなと感じています。今回宿泊しましたのはラグジュアリートリプルルームというスタイルのお部屋。
2人での宿泊だったんですけども、大きなダブルベッドとシングルベッドがついて3人部屋になっていました。客室からはドゥオモのパノラマビューを眺めることもできますので、朝からフィレンツェの世界観を堪能できます。また2つ星ホテルではありますが、フィレンツェ自体のホテルの相場が非常に高く、2人で泊まって2泊で88,788円。先日ローマ特集で宿泊した4つ星のホテルですら、同じ2泊で2人で泊まって82,423円とむしろ安かったので、その高さが伺えます。日本であればグランドプリンスホテル新高輪やインターコンチネンタル東京ベイと同じぐらいだとお伝えすれば、値段の感覚が伝わるかもしれません。シャワールームこそ少し不便を感じ、またドライヤーも風量が不安定だったんですけども、テラス席の絶景を含め立地を考えると十分かなと感じました。今映してあります通り、こちらのホテルは朝食がおすすめになっていまして、朝食自体というよりかはむしろその朝食をいただくことができますテラス席が抜群です。さて、そんな朝食はこちらビュッフェスタイルで種類も豊富。チーズやハムにヨーグルト、パン、そしてカプチーノなどのエスプレッソドリンクが提供されています。加えてフルーツやスクランブルエッグなどもありましたので、シンプルながらも十分にお腹を満たすことができるような数々のメニューになっています。もちろんフィレンツェの街歩きをする中でたくさんのグルメがあるんですけれども、イタリアでは移動時間も結構あったりするケースがあるかと思いますので、その際にはこちらで腹ごしらえをしていただいた上で訪れるのもいいかもしれません。冒頭でご紹介しました通り、ピサまでの移動もありましたので、その前にお腹を満たして移動することもできました。さて、こちらが特におすすめしたい朝食会場としていただけますテラス席、フィレンツェ歴史地区のシンボルでありますドゥオモとジョットの鐘楼を一望できるような絶景になっています。今回の旅ではピサに行きたかったため時間を捻出することができなかったんですけれども、こちらのドゥオモとジョットの鐘楼も間違いなく大きな見どころの一つになっていますので、時間が合えば見学してみてほしいです。もちろん観光自体も楽しいんですけれども、こうやって好きな景色を眺めながら朝食をいただく時間は素敵な時間になっていたので、こちらのホテルビナーニさん候補として考えていただきたいです。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのはイーシムです。これから海外旅行を計画される方はぜひこちらのイーシムを活用いただければと思います。今回私が利用したのはワールドイーシムというサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、 Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールドイーシムのおすすめポイントの一つは手荷物が一つ減る点。 Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前までは私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいのでそれがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3、こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で、先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで、個人的にはワールド eSIM おすすめしてるんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私イタリア7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使ってますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回イタリア周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールドeSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また今回私は使わなかったんですけども、2つ目のおすすめはアハモです。ただこちらに関しましては携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段からアハモを使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方はアハモに事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールドeSIM もしくはアハモになっていますので、
気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと11,690円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては、先ほどのアハモと違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールドeSIM、ぜひこの機会にご利用ください。さてここでは街歩きでぜひいただいてみてほしいジェラート店のご紹介。そもそもここフィレンツェはイタリアを代表するスイーツの一つでありますジェラートの発祥の地。本場ならではの絶品ジェラートを味わうことができますカフェやジェラテリアがあちらこちらに並んでいます。そんな数々のお店からご紹介したいのがこちらベンキ。過去に銀座編の動画でもご紹介しているんですけども、本場はイタリアになっています。今回の旅でもぜひ味わってみたいと思って事前に調べておりました。もともとはイタリア第4の都市トリノがありますイタリア北西部のピエモンテが発祥のベンキ。140年の歴史を持ち、今でも地元産のヘーゼルナッツをふんだんに使って提供するチョコレート店になっています。そんなチョコレート店が作るこだわりのジェラートが絶品でございまして、種類も非常に豊富。もちろんチョコレートの購入も可能ですので、ジェラートをいただきつつチョコレートの土産を購入されるのもおすすめかもしれません。さてこの日はこちらのこのレゴラーレと言いますレギュラーサイズのメニューをいただきました。レギュラーサイズでもなんと3ついただくことができます。そして値段も745円と非常にリーズナブルです。加えてせっかくチョコレート店なのでチョコレートがトッピングされたコーンでいただいています。続いてこちらはポルチェリーノの噴水と言います幸運の小豚ちゃんです。フィレンツェの人気者でありまして、新市場の一角にゆったりと寝そべっていますイノシシがポルチェリーノの噴水。鼻先を撫でることで幸せになれるとのことなので、ぜひこちらもお試しください。場所としましてはベンキのすぐそばフィレンツェの新市場のロッチ屋にありますので、ぜひお立ち寄りください。そしてこちらがジョットの鐘楼、ドゥオーモの南側にありまして、外側のリリーフが美しい鐘楼になっています。今回空いた時間で登ろうと思ったんですけども、事前予約が必要な時刻指定の入場券だったので断念。気になる方はあらかじめ予約の上訪れてください。そしてこちらがベッキオ宮殿とロッチアディランチというところです。この数々の彫刻品が展示されているむき出しの回廊がロッチアディランチというところ。この後ご紹介します向かい側のベッキオ宮殿が重々しい雰囲気なので、この開放的な空間はかえって対照的です。もともとは市民の集会を行う場所として建てられまして、屋根こそあるものの事実上古代およびルネサンス美術の野外彫刻展示場になっているとのことです。そしてこちらがベッキオ宮殿。ミケランジェロとダヴィンチが競い合って壁画を描いたというエピソードで有名なベッキオ宮殿。フィレンツェ共和国時代に正庁舎として使われた後、一時期メディチ家が住居にも使用していたとのことです。こちらはフィレンツェの歴史に欠かせないような建築物の一つになっていますので、ぜひ可能な範囲でご覧ください。現在も市の庁舎として使われていまして、一部を見学エリアとして公開しているとのことです。今回は無料で入場可能な範囲のみでの観覧だったんですけども、こちらも博物館や塔の中など必見のスポットになっていました。さてここで中心部から少し歩いて移動します。その際に食べ歩きでいただいてほしいグルメがこちらアルアンティコビナイオというお店です。ここは1989年に誕生したお店で、2014年以降はトリップアドバイザーで高く評価されたことをきっかけに人気店になっています。その人気の理由は有名な料理とワインの雑誌でありますサベウル氏が2016年に世界最高のサンドイッチと評したサンドイッチ、通称パニーノ。現在はこちらイタリアに加えましてアメリカに20店舗を持っていまして、その人気は健在です。
使用している材料は全て地元トスカーナで採れた食材ばかり。特にハムやサラミが絶品になっていまして、唯一無二の巨大なパニーノとして贅沢にいただくことができます。こちら QR コードを読み取っていただきますとメニュー表を見ることができますので、様々な種類から吟味していただいて注文することができます。こうやって QR コードを読み取ることで、スマホの方では翻訳機能がついているかと思いますので、言語がわからない場合にも確認できるところはおすすめのポイントですよね。さて、こちらは実際にそのパニーノを作り上げている時の様子。カジュアルな雰囲気でいただくことができますので、その作っている過程もとてもワクワクします。そしてこちらがリミテッドディ・マッチオと言います一番一般的なメニューになっています。これだけのボリュームがあって10ユーロ。食べ歩きの際はこちらいただいてみてほしいです。さて、そんなパニーノを片手にたまたま発見しましたのがこちら。クレッツ・コモンマンと言います彫刻です。こちらはフィレンツェの有名スポットベッキオ橋を見下ろす橋にあります彫刻。何かと話題の現代アートなんですけれども、日々何千もの困難を乗り越える普通の人、未知の世界への一歩を踏み出す自由な人物への記念碑とのことなので、見つけたらぜひ確認してみてほしいです。続いてご紹介しますのはこちら、ミケランジェロ広場。街全体が世界遺産でありますフィレンツェを一望できる絶景スポットになっています。中心部からは徒歩で向かうことになりまして、30分から40分程度とそれなりに体力も使うんですけども、特に広場から望む夕暮れ時のフィレンツェの街は抜群です。この日は少々天気が良くなかったんですけども、それですら素敵な思い出になりましたので、予想天気が悪くなければ向かうことをお勧めします。続いてご紹介しますのは、フィレンツェ最古の橋として知られていますベッキオ橋。アルノ川に架かる2層の橋で、かつてはウフィッチ宮殿とピッティ宮殿を結ぶ渡り廊下だったとのことです。アルノ川の流れの中でちょうど川幅が狭くなるところに架けられておりまして、古くはローマ時代から人々に親しまれていたこちらの橋。現在かかっている橋は1345年に再建されたものですけれども、それでもすでに650年以上の歴史を誇りますフィレンツェでも欠かせない観光スポットでございます。さて、こちらはレププリカ広場。高級ブランドが並びますトルノ・ボーニ通りとドゥオモ広場のすぐ近くにあります広場。広場としての歴史は古く、紀元前にはローマ人が建設した神殿などがあったようですけれども、その後整備され、現在は市民の憩いの場になっています。広場は映画のロケ地にも使用され、特徴的なのはメリーゴーランド。設置の背景は不明ですけれども、撤去された際には署名運動もされたとの人気のメリーゴーランドになっていました。さて、そんなレププリカ広場を抜けて、この日にディナーで訪れたのはここユル・グラナイオ・リストランテ。誕生は2022年と新しいお店なんですけれども、レンガ造りの開放的な雰囲気が印象的な人気店になっていまして、量り売りでいただけるフィレ肉が特に極上になっています。この日も目玉メニューとのことでちょっと高かったんですけれども、注文していただいてみました。お肉はリブなら 1.3kg 以上、フィレなら 1.5kg 以上と大ボリュームです。またせっかくお肉いただきますので、ワインも注文しました。右側に映っていますシアンティというメニューと、左手に映っていますソットボッチオというワインをいただいています。またこちらのレストランでもパンのお通しと水がついてきています。前回のローマのグルメ編でご紹介しています通り、お通しとしてついてくるものだと認識いただければと思います。さて、こちらが先ほどのフィレ肉を調理したインパクト抜群のお肉のメニュー。量り売りなのでサイズによって値段も違ってくるんですけども、 1kg あたり79ユーロとお値段がします。この日は 126.4 ユーロになっていまして、約2万円程度の値段がしました。全体的にお値段はするんですけども、せっかく訪れたからにはこういった美味しい料理をいただくのもいいのかもしれません。続いてご紹介しますのは、フィレンツェでも有名な中央市場メルカート。メルカートという言葉自体がイタリア語で言います市場、英語で言うとマーケットになっています。今映しているのは2階の様子なんですけども、こちらのメルカートセントラーレフィレンツェの1階では食材が販売されていまして、肉や野菜はもちろんのこと、生ハムやチーズ、ワインなどイタリアらしい食材の購入をすることもできます。市場内では日本人スタッフが働いているお店もありますので、イタリア語ができなくても英語が苦手でもしっかり楽しめるような市場になっています。
さてこちら市場の2階ではピザ屋さんやケーキ屋さんなど飲食店がずらりと出店されておりまして、どれも全てが美味しそうです。こちらの職人はメルカートセントラルプロジェクトの中心にも位置づけられておりまして、知識も非常に豊富、自分たちの食材について熟知していまして、知識と熱量を持っている人が大勢集まっているとのことです。そんな市場というコミュニティの中で提供されている料理は非常に豊富、パンや焼き菓子、新鮮な魚、揚げ物、ベジタリアン料理やビーガン料理、肉や水牛のモッツァレラ、チーズ、チョコレート、ジェラート、生パスタ、ワイン、ランプレトットやトリュフなど全ての店のこだわりが詰まっているので、ぜひご堪能いただければと思います。またアルコール類も非常に豊富でございまして、この日はせっかくなのでアペロールをいただきました。アペロールができるまでのこういった様子もとてもライブ感があって素敵でしたし、この開放的な空間の中で人々のコミュニケーションを楽しむこともできますので、その現地らしさを感じられる場所として訪れてほしいです。そんなアペロールは7ユーロでいただくことができまして、こちらはイタリアの食前酒として愛されているドリンクです。もちろんこのマーケット以外にもたくさんの場所でいただくことができますので、イタリアの主流の中で一度はいただいてほしいようなアルコールメニューになっています。そしてこちらはハーフローストチキン 600g とライスオブザデイというメニューです。旅の中では様々なイタリアンをいただいたんですけども、たくさんあるメニューの中で気になったのでこちら注文しております。さてここからはピサへ移動。移動は高速鉄道を使って移動するんですけども、片道10ユーロと比較的リーズナブル、1時間ぐらいの列車の旅になりますので、カプチーノなどをテイクアウトしつつ電車の中で楽しむのがいいかもしれません。今回はピサの斜塔をメインに訪れているんですけども、ピサの街並み自体もまた変わった雰囲気で素敵なので、こちらもぜひ楽しんでください。さてここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ、パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり空港に向かうまでの電車、オア、バス、オア、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。またツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこはお勧めしていないポイントになっています。さてピサにたどり着いた後に歩いてピサの斜塔へ向かっているんですけども、途中にありますこちら郷土料理のお店で腹ごしらえをしています。こちらはエ・ベッキ・サポリというお店、こちらで提供されるメニューは日替わりになっていまして、タイミング次第でラインナップは異なってきます。そんなお店なんですけれども、フィレンツェの郷土料理を基本に様々な家庭の味を楽しむことができます。値段も比較的リーズナブルでございまして、テイクアウトも可能になっていますので、地元の人も多く訪れるようなお店です。冬場には一番搾りのオリーブオイルを楽しめるのも非常に魅力的、立地の面もありまして、日本ではなかなか味わえないような新鮮なオリーブオイルを楽しむことができます。特にお肉料理が美味しいとのことだったので、この日は肉団子を注文しています。またカンパーニア州のナポリ発祥と言われていますイタリア料理ラザニアもいただいています。まさに家庭料理らしいようなカジュアルながらも抜群の味が楽しむことができました。なので今回いただいているようにラザニアを注文しつつ、自慢のお肉料理の中で肉団子のようなメニューを一つ、そしてパスタをいただいていただくとバランスよくいただくことができるかもしれません。また先ほど申し上げました通り、テイクアウト可能なので時間がない場合にはテイクアウトしていただいて電車の中でいただくというのも選択肢になるかもしれません。さてそんな腹ごしらえの後に訪れましたのはこちらピサの斜塔、その近くにありますデュオーモ広場と合わせてご紹介していきます。ユネスコの世界文化遺産に登録されていますピサのデュオーモ広場、奇跡の広場と言われているほど緑の芝生と白い大理石の織りなすコントラストが綺麗だと言われています。ピサの斜塔を登った後には見下ろす形でまた違った角度を楽しむことができます。
そしてこちらのピサの斜塔、おそらく誰もが知っているであろう有名な建造物。もちろん予約は必須になっています。一人当たり20ユーロかかりまして、そこそこお値段はするんですけども、ぜひとも訪れてほしいです。こちらは公式ホームページ経由での価格になっていますので、ビルトラやゲットユアガイドなどのツアー予約サイトを使っていただくともう少しするかもしれません。とはいえ、そちらの場合に関しましては日本語で予約することができますので、英語が不慣れな方にとってはそちらの方が使いやすいかもしれません。さて、ピサの斜塔ですけれども、やはりそこそこ階段登りますので、体力に自信がない方は少し休憩しながら訪れていただくのがいいかもしれません。そして登っていただいた後にたどり着くのはこちらの景色。塔の屋上自体のこの雰囲気も素敵ですけれども、塔から見下ろす景色も屋上になっています。こちらピサの斜塔はガリレオ・ガリレイが実験を行った場所としても有名。質量の異なる2つの物体を落として、その物理法則を検証したことで知られています。ちなみに塔を登る際にはロッカーがありますので、ロッカーに手荷物を預けていただいた上で観光することになります。また興味深かったのは、ピサの斜塔のエリアにもお手洗いがあるんですけれども、そちらもなんとカードで決済することができましたので、文字通りキャッシュレスでイタリア観光を楽しむことができています。さて、フィレンツェそしてピサの観光はここまで。ここからはまた高速鉄道に乗ってベネチアへ向かっていきます。ベネチアまでの料金も1人当たりおよそ1万円程度。この後のベネチア観光の様子もまた別途動画を作成していきますので、ぜひチャンネル登録等を押していただいて、次の動画も楽しみにしていただければと思います。以上、今回はフィレンツェ&ピサ見どころ15選としてご紹介しました。フィレンツェはとても街並みが綺麗だったので、ローマほどがっつりと観光はしてないんですけれども、非常に満足感が高い街でした。今回イタリアの中ではローマ、フィレンツェ、ピサ、ミラノ、ベネチアに訪れていますけれども、フィレンツェは何度も訪れたいと思えるような街並みでございましたので、動画でもお楽しみいただけたかもしれませんけれども、実際に訪れていただくとより楽しめるかなと思います。また前回のローマグルメ同様、今回もフィレンツェでたくさんのイタリアングルメをご紹介してきましたので、気になるものがあればぜひこの機会にお試しください。どうしても1日2日だけだとなかなか紹介できてないようなグルメもありますので、前回のローマ特集、今回のフィレンツェピサ特集、そして次のベネチア特集とミラノ特集の中でご紹介するグルメ全てコンプリートしていただくことで、イタリアの料理を楽しむことができるのかなと思っています。ぜひ次の動画も楽しみにしてください。以上、ミキでした。ありがとうございました。